ルーレットで朗読今月の新刊はーい、えー、このコーナーでは先ほど紹介した「今月の新刊」の中から1作品をこちらの「ルーレット」で選んで、えー、私が朗読させていただきます、えー、作品の、ね、担当編集者さんから読んでほしい部分をすでに選んでもらっています今月のラインナップはこちらの3冊ですどうぞ。はーいそしてね えー、ルーレットのこの147だったら今追放258だったら高値の花には桜いないそして、えー、369だったらロストマンの弾丸3とそして0が出たら振り直しということになっておりますじゃあどの作品になるのかルーレット回しちゃいますよいきますよーはい <laughs> 緊張するー6が出ました6は何だったかな ロストマンの弾丸さんでございます <laughs> ありがとうございますはいそれではあの今日読ませていただく作品はこちらロストマンの弾丸ちょっとあの先生が目の前にいるのでね <laughs> ちょっと緊張してはいますがちょっとやらせていただきます <laughs> いきます ギアアをを入れて、はアクセルを開く。走り出すミナの背をコリーの指笛が後押しするマスクの下で苦笑いを浮かべながらミナはタンクを膝で挟み直し一層速度を上げるべくアクセルをさらに大きく開いた対象車両の位置を細くナビゲーションを開始しますレイラの言葉と同時に、 ミナとトラックの現在地が示されたマップが表示される女性を救助するためにミナが立ち止まってしまったとはいえ市街地を迂回しながら逃走するトラックとの距離はミナの予想ほどには開いてはいなかったでも正攻法で向かってたんじゃ時間がかかりすぎるかなレイラトラックまでのルートをショートカットしよう直線コースを表示してミナの言葉とほぼ同時に ゴーグル上へ1本の黄色のラインが引かれるミナはそれを確認した後、バイクを街路樹に寄せたミナが触れた街路樹がアグライトに変化するアグライトは地面から上空へと緩やかな傾斜をつけた板状に形を変えて伸びていきその先端はレイラが示したライン状にあるビルの屋上へとつながったボブスレーのコースにも似た即席のレール状に ミナはバイクを走らせる面倒な動作はレイラに任せてミナの意識はわずかな重心移動と全開までアクセルを開けることに向けられていたバイクを運転しているミナの頭の中にとある運び屋の顔が浮かんだ運転や車の扱いというものに並々ならぬこだわりを見せる嫌いのある彼が面倒事を全てレイラに任せる乱暴なミナの運転を見たら きっと無表情の奥深くで何か文句を言いたげに顔をしかめるのだろうその様子を想像してマスクの下でミナは笑ったビルの屋上にたどり着いてもミナは速度を維持したままアグライトを回収して今度はさらに先にある建物の屋上に向けたレールを敷き直していく途中避けきれなかった物干し竿に車体が当たり かけられていたベッドシーツが風に飛ばされていった道を阻むもののないビル群の上を駆け抜けながら向かい風で外れそうになったフードを左手で押さえたところでミナは眼下に目標のトラックを見つけたレールの到達地点を地上へと変更する急降下したバイクはトラックを追う警察車両の群れの最後尾に着いた前方では 車体をすり合わせるほどにパトカーが密集しておりレイラの制御があってもすり抜けるのは容易ではなさそうだったミナは再びアグライトのレールを今度はパトカーの上空1メートルほどの高さトラックの進行方向をめがけて伸ばしていった車列の乱れたパトカーを見下ろしながらミナはその上を追い越していく。 レールがトラックの鼻先まで到達したところで、ミナは伸ばすことをやめ、その先端をジャンプ台のように傾斜させて、トラックを飛び越えた。着地と同時にサスペンションが大きく沈んだが、ミナはそれを気にすることなく、アクセルを開けたままにする。後方のトラックの位置だけをミラーで確認しつつ、距離を開けていく。トラックを十分に引き離し、 大きな交差点にたどり着いたところでミナは道路の両脇にある街路樹のうちまずは左側の木の幹をつかんだ木の全体がアグライトに変化するのを待つことなくその一端を握りしめたまま今度は反対側の街路樹めがけてバイクを走らせる両側の街路樹はアグライトに変化した後、 互いに手を取り合うように枝を伸ばしていく伸びた左右の枝は複雑に絡み合い道路を塞ぐ大きな網へと姿を変えたミナは道路の脇にバイクを止めて迫りくるトラックへと視線を向けるアグライトは鋼にも勝る強度と布のような柔軟性を合わせ持つトラックがスピードをそのままにしてぶつかったとしても受け止める分には問題ないだろう トラックを運転している男が前方にあるアグライトの網に気づいて大きくまぶたを開いた慌ててブレーキを踏んだようだったが後ろには何台ものパトカーが迫っておりもはや帰ることのできる進路もあまりないもはや帰ることのできる進路もありはしない運転席の男が大声で何かわめいている きっとフロントガラス越しに覚えておけだのあるいはもっと聞くに堪えないビークヘッドへの罵詈造語を述べているのだろうとミナは想像しマスクの下で呆れたように笑った男に向けてミナは軽く手を振る悪いけど SNS のフォロワーの名前を覚えるので精一杯なんだよねだから次はそっちで声をかけてくれるかなファンアートとかも募集してるから どうぞよろしくトラックがアグライトの網に捕らえられ金属のきしむ音と後続のパトカーが鳴らすサイレンが交差点をいっぱいに埋め尽くす実はその中にはミナの腹が鳴った音も紛れていたのだがあまりにも小さな音であったためミナ本人でさえもそれに気づくことはなかった はい、ということで、いかがだったでしょうか。以上、ルーレットで朗読、今月の新刊でした。